天狗党は、水戸藩出身の武田耕雲斎をリーダーと仰ぐ尊王攘夷派の組織です。武田耕雲斎は尊王攘夷派の志士800名を率いて、幕府と戦い抜きましたが、追討激しく無念にも敗北し、敦賀にて降伏。武田耕雲斎は捕縛、一家ともに斬首されました。最も過酷な仕打ちを受けたのは、残された天狗党の計776人の生き残りでした。罪人として敦賀で捕らえられた彼らは、裸で窓もない蔵にぎゅうぎゅう詰めに押し込められ、食事は日に握り飯2つしか与えられませんでした。そして、処遇が決まると敦賀の町外れで5箇所の大穴を掘り、幹部24人の首を跳ね死骸を放り込み、次に総勢352人の生き残りを無残にも斬首しました。日本の歴史的に見ても、あまり例を見ない一方的な大虐殺と言えるでしょう。現在では、斬首された天狗党員たちが埋葬された墳墓が、福井県敦賀市松島町にあり、武田耕雲斎と烏帽の名称で国の史跡に指定されています。